皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、今日が人生最高の一日にするということについてお伝えしてみたいと思います。今日が人生最高の一日ってなんて大げさなっていうふうにね思う方も多いかもしれませんけれども、本当に冗談ではなくですね、これだけ天変地異とか災害がね多いような現代において、明日何が起こってもおかしくないんですよ。でそれは私だけでもなく皆さんにとってもっていうことになります。どんなに健康で、素敵に生きていてもですね、何かに事故に巻き込まれる可能性もゼロでもないんですね。そう考えると今日一日一日をやっぱりしっかり生きていく必要があって、だから今日が人生最高の一日にするっていう感覚は必要なんですよ。それで私、人とかね、自分の、家族とかにも言ってるんですけれども、死ぬ時にはですねありがとうって言って死にたいわけですよ。そうするとありがとうと言えるっていうのはどういう状態かっていうと、やっぱやりきった人生ないしはその一日一日をやりきった。でもちろん先のプロジェクトとかはありますよ。こういうものをしよう、ああいうものをしようっていうのを思ってるものは当然あるんですけれども、一日一日をしっかり生きていくことによってその積み重ねがその先の未来につながっていくっていうことになるので、やっぱりね日々を無駄にしない人っていうのは充実した人生を送ることができるし、なるべく私人生で後悔を残してあの世に行きたくないので、なので一日一日を、大切にして、今日この日は惰性の一日に流れるのではなく、その日のねテーマですよね、仕事をタスクとしてこなしていくテーマではなく、今日ってこういう一日にしていきたいなとか、それを毎日積み重ねている人と、例えば愚痴とかね不平不満を毎日言って現状を打破することもなくそこに甘んじてっていう日々とね、過ごした日々の違いが当然出てくるわけですよ。だから大概そういう人っていうのはああすればよかった、こうすればよかったっていうのをね、何か、緊急事態っていうか何かのね出来事があった時にそれを思ってしまうことっていうのはね出てきてしまうと思うんです。だから後悔しない人生を送るためには、やはり一日一日今日が最高の日になるように過ごすといいなと思ってます。ちなみに、この私の音声を聞いてくれているあなたというのは今日この音声を聞いた一日なわけですよね。でじゃあ今日ねどんな日にしたいと思ってますかっていうのを、最後にちょっと問いかけてみて今日の話題を終えたいと思います。それでは。